1ヶ月お疲れ様でした。お疲れ様でした。逆にあの行善さんの場合には、うん、新店の場合には2ヶ月かかったんですよね。そう、 そうなんですよ。そう、実際にちょっと1ヶ月のブランクがあって、でも170点でした。よかった。いやでもなんか、まあ、言ったらちょっとあんま勉強できてなかったんで、いろいろ仕事をしてたから、はい、やばいなと思って、何もやらない状態でも、うん、最初の私たち の、 その1ヶ月の勉強 で、うんうんうん、でその記憶が残ってる部分で170点を取ったのは、 それはすごいですよね。じゃあ、まあ、この1ヶ月で何が一番大変と思ったんですか？でもなんか本当に普段全く触れない言葉なので、はい、やっぱちょっと開くとなんだっけなっていうのはやっぱり、はい、その過去問の時も本当リスニングがめちゃくちゃ悪かった。だからナギは一応1ヶ月で1ヶ月ちょっとかな、うん、で受けに行ったじゃないですか、はい、私は1ヶ月ほとんど何もしてなかったとはいえ一応1ヶ月があったから、うん、なんていうんだ、それで多分点数が悪かったら見てる人にめっちゃこいつ 1ヶ月もナギちゃんより余裕があったのに悪いとかありえねえって言われるかなと思って、その3日間 もう1日割と仕事があって、はい、だからすごいもう焦ったんですよ私は。言われてからあやばいみたいな、あと3日やばいと思って超頑張って勉強しました。やっぱりその3日間の頑張りが逆にあの1ヶ月後の今回の模擬テストでも、うん、いや170点って感じ。いやよかった、今までで一番良かったです点数が。確かに一番良かった一番良かった。実はね、勉強というのは割とあのビールを作ると同じように、うん、しばらくまあ、寝かせることは必要なんです。で特にリスニングのものが寝かした方が、うんうんうん、今回あゆっくりに聞こえた、うんうん、実際もしかしてゆっくりになってるかもしれないですけども、でも確かに発音がゆっくりしてるんですね、うん、っていう感じなんです。環境がない中で、うん、仕事がコンサートとか舞台とかいろんなものがある中でまた時間を作って中国を勉強するのは、でもよく頑張ったんです。やっぱもう文明の利器ですね。あのやっぱ電車の移動中とか、はいはい、やっぱ書けない見えないから、うん、もうこの聞いてみたいな、はい、そうですね、聞いて、そう聞いて、やっぱり聞くのはよく聞いてたんですね、うん、やっぱり理由は本当聞き取れなかったからというなのに90点ですね、リスニングが。でも本当にでももし中国にまたちょっとねコンサートに行けるようになったら、どんな中国語を使ってみたいですか、はい、これ中国語に対する展望とか皆さんにぜひお聞かせください。だいたい、まあ、イベントがあった時とかはこう一人ずつ絶対自己紹介はするから、あ、はい、自己紹介は全部中国語で、はい、まあ、言えたら一番いいかなみたいな。お、自己紹介、自己紹介、はい、なんかまあ普通に皆さんこんにちはみたいな、うんうん、つなまえの行天ゆりなです、挨拶ぐらいは、うん、例えばこんにちはとか、うん、だちゃはお、もう一回だちゃはお、ちょっと力入れて、だちゃはお、だちゃはお、自分の名前はぼちゃお、しんちんゆりな、うんだ。最後はね、ちょっとね皆さんにメッセージとかありますか？そうですね、でもなんかすごいあのファンの方の中でこの中国 の、うん、あの企画が始まってなんか自分も勉強しようと思って本買いましたとかって言ってくださる方とかもいらっしゃったりとか、はい、すごいです、ありがとうございます。そうなんですよ、これで勉強してますとか、はい、これを見ていただいてあの私たちのねその頑張ってやってる姿とか見て、うん、あの励みになれば、はい、もう頑張ればこれぐらい取れるんで、多分皆さんもっと取れると思うので、はい、そうなんです。実際にあの今回の5回ぐらいの動画なんですけども、途中はやっぱりダイジェストなんですね。私たちレッスンは普通に2時間ぐらい行ってるじゃないですか、うん、受けてますね、動画は10分ですよね、はい、それはもうあれなんですので、まあ、とあのただ呼びとしてはね、あの普通の中国語のその講座もあの順番にアップしてるんですので、うん、だから本編の方はぜひねあのご覧になってください。突然なんかえ何もうこどのところに飛んでますもんね、なんかえもうすごく抜けてるから、うん、今は難しいというかついていけないというのはそれはちゃんと本編の中にありますので、うん、本編をしっかり見てあのテキストを買って一緒に勉強していきましょう。ぜひぜひ。今天辛苦啦。あ辛苦啦。うん。またバイバイ。好ということでね、先ほどは行善さんの単独インタビューがあったんですけども、うん、はい、今回なぎちゃんに単独インタビュー、どうだった？
でもなんか正直中国語が嫌になったとかそういうのは全然なくて。なぜよ？そう。でもあれじゃないですか、やっぱ数学苦手とかってあるように。はいはい、でも全然そんなことはなく、はい、あの毎日楽しく続けられたって感じは知ってます。あ、楽しく続けられた。あ、それは嬉しい言葉です。でもなんだろう、なんか常に緊張感の肩の荷が降りてない感はありました。うん、あ、まあね。なぎちゃん結構緊張しやすいタイプ。そう、めっちゃ緊張しやすいんですよ。はい、多分ね、本当に忙しい中で3回だけのそのね勉強レッスンという感じで2回の対策レッスンだけでこれぐらいに選べなくて、あー本当に良かった。2級もやりますって。ぜひ。でもやりたいですね。そうなんですね。でも実際にあのなんかお仕事でやっぱり使ったりとかします？うん、いやでもその最近結構そのオンラインお話し会で中国の方がお話し会に来てくださることが、うん、実際に中国人が来るんですか？そうなんですよ。ニハオって言われた瞬間に、ああニハオってなるんですけど。だ心構えしちゃうのでまだ。はい、だ心構えしないでリラックスして喋れるようになりたいです。あー、これはね、ちょっと難しいかもしれないですね。私も最初は結構中国の、うん、まあ、上海のところで日本人街があるんですよ。うんうんうん、まあ、そこに行って日本人だなと思ったら、はい、ニハオって、こんにちはとか、日本語勉強中ですって。ドキドキする。向こうがね、はっって言った瞬間でもう逃げちゃうんですよ。なぜかというと、その勉強したことができたとしても、はい、ちょっとなんか、え？ニハオって言われた瞬間で結構体が全身固まっちゃうんですよね。はいってなります。はい、これはもう私はよく現場パニックと言うんです。現場パニック。そう、現場パニックが多分強い人ですね。はい、そう、多分現場パニックがしやすいタイプなんですので、それはどうすればいいかというと、コンビニの店員さんがもしね、あの名札が、うん、ニハオとか、西中国人吗？で言って向こうがうんって言ってて、で、じゃよって感じですぐ逃げるって感じです。あのいっぱい話す必要ないですので。二言喋れたら逃げるって感じなんです。もう肝試しと思っていいですね。肝試し、そう、肝試しで。私も結構最初やってたんですよね。日本人にすごくね、呆れた顔されたんですよ。はい。だからね、ちょっと、もし現場パニックが強いになったら、ちょっと一回二回はやってもいいと思います。なんかもう、人生をかけたような挑戦っていう感じで。で、それがドキドキはもうこれ以上ないドキドキを、あの感じたらもう、あ、そういうことだねっていう感じです。うん、で新旧版ちょっとねコンサートのところで挨拶ができたらいいなっていう感じなんですけども、うん、はい、なぎちゃんはそういうあの、うん、野望とかありますか？いやでもそういうなんか人脈を増やしていきたいっていうのありますね。なんか国を超えた人脈っていうんですか。人脈ですか、うん、そんなたテーブルの中国は必要ですね。テーブルで中国人と何を話せばいいかなっていう感じで、うん、もし人脈を作りたいなったらテーブル中国を頑張りましょう。なるほど。最後は、視聴者の皆さんですね。はい、でも、うん、あの動画越しですけど、うん、見守ってくださりありがとうございました。無事に受かったよすごいよって感じです、ね、皆さんも視聴者のでカメラ越しなんですけども、うん、皆さん本当に私たちのこの1ヶ月を見守ってくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい、こんな感じなんですけども、名残惜しいんですけども、うん、もう1ヶ月終わりました。バイバーイ。バイバイ。バイバイ。再見。再見。え、もう、あ、わあ、やばい。え、待って、なぎのやば。ほんまに丸々やん。丸々だっけ？え、すごい。え、なあ、さっきからめっちゃいい匂いしてるなと思っとったやんか。歌う匂いだ。あれやな、ほんまに。ほほほほ、すごい。待って、写真撮りたい。バリ美味しそう。え、それな、うん、写真撮りたい。え、フカヒレでかっ。いただきますの中国は、開灯。開灯。開灯。開灯ら。もう開灯ら。いただきます。いただきます。これでスープ、これだけで食べるもん？そう、これだけで食べる。あ、贅沢すぎる。待って。そうそうそう、これすごい贅沢な。やだ。うん。プルプル。おいしい。おいしい。どう？プルプル。おいしい。うん、初めて。初めて。これがハマったら、頑張って働いてくださいね。いすごい、あの、スーパーで、なんちゃってフカヒレスープしか食べたことないから。おめっちゃ美味しい。はい、じゃあ、食べ方は大丈夫ですよね。これに、うん。巻いて、広めて、で、それをちょっとね、あの、ちょっと薄く塗ってくださいね。広めて塗ってください。うん、で、それをちょっとね、これを、肉を入れてください。じゃ大きいですよね。すごい、なかなかそんな贅沢な大きさ見たことない。
あのちょっとね下の肉も一緒に、これもそう一緒に合わせて入れた方がいいです。じゃないと皮だけはちょっと脂っこいから、はい入れて、それから、ね、そうお好みでちょっと入れてください。でこれはもう包むって感じですね。包み方は結構自由なんですけども、はい。でまた横から。さあ、おお。いただきまーす。うーん。おいしい。どうですか？よかった。脂っぽいって言ってたけど、うん、いい脂だから。そうなんです。いや、バクバクいきますね、これ。おお。ありがとうございます。おお、いいですね。おいしい。じゃあいただこう。まあ、1枚目だから、どん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 、ちょっと巻き方自分で上手になってください。あっかいれもちょっとね、温かいうちにぜひ食べてください。めっちゃ美味しい。うん。はい、食事いかがでしたか？いやー、めちゃくちゃ美味しかった。すごい食べた。ね、お腹パンパン。お腹パンパン。すごいですよね。もともとは1回目の、ちょっと予告の時には、うん、私たちは一緒に中華街に、あの横浜の中華街に行くんですけども、うん、ちょっとこんなご時世ですし、うん、でやっぱりね、会食とかそういうのは難しいということなんですので、でも途中からね、うん、このプログラムはあの2つという感じというよりは1つ、あのゴールが1つで、うん、HSK1 級に絞ったって感じなんですね、うん、どうだった？なんかね、本当に取れるのかなって感じの半信半疑で受けてたけど、うん、でも本当にあの教え方が本当に上手で、あの、ね、特に頭に入ってまで、ね、楽しかったです、うん、よかったです、本当に。そうですね、でこれからのお二人の中でもちょっと中国語を、ね、うん、ぜひね、ちょっと少し思い出せれたらいいかなと思います。まあちょっとね、早くコロナが収まって、うん、また皆さんと会えますように願うです、はい、じゃあこんな感じで皆さんバイバーイ、バイバーイ。